本的には鮎を取らせるというのがこの鵜飼の一番の目的ですんで、だいたい暗くなってから日が落ちてね、まあ芝が見えなくなるぐらいだったら、まあそろそろ鮎が寝静まってきた頃だから鵜飼をやろうかといった感じで加害に火を飛ばして鵜飼を開始すると、そうするとこうびっくりしてね、鮎がこうドドってこう光に照らされて逃げ惑うわけですね。それを鵜が加えてくるわけです。まあ、僕らは目の前が川でね、川で仕事をしておりますから川の変化っていうことですね。でもちろん水量であったり川の中の、石の、ね、変化、昔は大きな石しかなかったんですけど、最近は小さな、ね、砂とか砂利が増えて、もうそれに比例して鮎もなんか小さくなっていったような、そんな感じですね。近年 その温暖化によってですね、大きな洪水が相次ぐようになり、その河川を管理するマネージャーによってですね、河川改修が急速に進むようになりました。それによって、例えば鮎が好むですね、石につく苔を鮎が食べるんですけれども、その石がですね、砂利や砂に覆われてしまって、鮎が寄りつかないような場所も出てきてしまっています。から見る鵜飼というのは、実際にここに観光に来る方が、この川べりに座って見るというスタイルはありましたけれども、しっかりとした空間を作って、高付加価値な形で鵜飼観覧を提供していくということが、この桟敷席を作ればできるんじゃないかという仮説を持ちまして4年前スタートしました。